はい。えー、それでは、2024年向けのね、え担当これだけゼミの、えー、ガイダンスというところで、ちょっと話しさせていただきたいと思います。担当、レクセンに講師の弁理士の大和です。皆さん、こんにちはと。えー、一応ね、まあ、担当の、ま直前のゼミというところで、まあ、一体何をやるのかっていう話なんですけども、その以前にね、えー、ちょっとまあ、この時期の担当の勉強の仕方はね、だからまあ、あの、担当の、まあ、ゼミをね、取る、取らない、ちょっと別として、担当試験の勉強の仕方っていうのを、ちょっと今一度ね、復習をして、まあ、皆さんね、 ぜひあの担当試験に今年合格してほしいなというふうに思いますのでまずその勉強の仕方というところをちょっと説明していきたいと思っていますと、はい、で担当試験の勉強に関してはもうあの私今担当試験だけではないんですけど、えー、2つの「えー、となぜ?」を重視してくださいというところをずっと言ってます。 はい、でこれがすごく重要で担当式の勉強、まあ、これは実は論文もそうなんですけれども何かというとこの2つの「なぜ ?2 つの「ホワイトね」ねこ,これを大切にしてくれということを言ってますずっと私のね受講生にはこれ言っていて実はもうこれは、えー、合格語も同じなんだよね本当に例えば意見書書く上でもなんでこの文章を入れたのかとかそういうのが実は大事で,でその時2つというのは何言ってるのかってこの2つなぜその規定があるのか何でそんな規定になってるのかどうしてそういう条文なのかっていうですねまず規定とか条文がある理由 ですね、例えばなぜそこが特許庁長官になってるのか例えば商業法4条1項1号とかの 2号とか3号で計算大臣の指定というのがあるわけですけどなぜあそこは東京庁長官じゃなくて計算大臣の指定なのかとかそういったところですよねそういったところの理由付けっていうところをしっかり考えながらあの理解をしていたかっていうところですねまあ、これ全部押さえていくっていうのも時期的には難しいんですけれどもやはり、えー、何回かですね、えー、間違えてしまう問題とかいつも自分がねこう不確実な問題例えばねよく皆さんが間違えるのを言えば商標法において変更出願の時期と分割出願の時期というのがどっちらが どっちだったけっけなと思うわけよそう変更出願っていうのは、えー、これは確定後ができませんよそれに対して担、ね、当審査審判が確定後できませんよことに対して、えー、分割出願というのは継続中なんですよね。 でこの継続中か確定かっていうのがどっちが出しちゃったっけなっていうのでこれ迷ってしまうんですよねそういう時になぜそこの起点になってるのかっていうのがしっかり分かっていればブレないんですよねで結局変更出願っていうのは基本的には査定後でもできることが多いんですねなぜ、まあ、かと言ったら拒絶査定になった後に最後のチャンスとして何とか挽回するぞとよし拒絶査定きたけど最後の最後のチャンスで変更出願だーっていうね この最後の何ですかねこうもうあともうもうもう一個最後の手段を何とかしてるとのは変更室かなのだから査定後もできるでそれに対して分割っていうのはこれは補正の一対応で補正に近いんですよねだから結局審査官のとのやり取りを知る必要もあるのでっていうのはこれ査定が来た後は審査官仕事終わってるんでその後出されても困るだから分割っていうのは原則は査定前なんですから。 とといいいいいことは審査がが継継続続ししてななななけでまあその中で特許においては査定後分割って例外があったりするんですけれども例えばそういうふうにしっかりとこの規定がなぜそこであるのかどうしてそうなってるのかっていうのを押さえないと単純に時期だけ押さえていってもそれは忘れてしまうということになります。 はいでもう一個実はでこっちに関しては担当ゼミなり私も講義なりでできるんですけれども実はこっちができなくてなぜ間違えてしまってるのかっていうのを繰り返し私自分の受講生に言うんですけどこれをどれだけ潰せるかなんです。でこれが結局間違えた例えばさっき言ったように変更出願と例えばね まあ一度出したんでそれでずっと説明してしまうと商標の変更出願があるよとで変更出願の時期を間違えたと、ね、あそうかそうかと、うん、審査の、えー、査定後でもできたんだというところであま,また間違えたみたいなで、ね、結構この時っていうのはあ,のあっさりと流す人が多いんですよなぜかしたら回答を見ればわかるからですね そう書いてみればそう書いてある条文にはそう書いてありますよああそうかそうか条文そうだね俺いつもいつもここ間違えるんでははみたいなよし次は覚えておこうと思うんですけどそもそもその分割が査定語でできるないしは変更出願があの査定語にできないっていう自分で思っている理由があるはずなんですよ要するに丸とバツの間があって道が二つ分かれてるからで丸とバツのある時に丸が正解だよって言われても自分はバズのに行きたい気持ちがどうしてもあるわけ その時に丸ですだって自分はバスに行きたくてしょうがないんだもん普段からだからバスに行っちゃいけませんこっちはいけないんですよっていうことがしっかり理解しないと丸に行くわけないんですよまた1日2日1週間経ったらまたバスに行っちゃうのだって丸に行くってモチベーションがないんだから最初の問題で実は間違えたそれが読み間違いとかよくね皆さんはそこをあっさり流しちゃうあ読み間違えたんだよとか うん、いやここの規定については勘違いしてたんだよそうじゃないんですよ勘違いでも読み間違いでも適当でもいいんですでも罰にした理由っていうのは絶対あるはずなのでそれをしっかり潰せるかどうかっていうのが担当試験はすすごく重要で,すで直前になればなるほど問題を解く機会が増えるので問題を解けば間違いが出てくるのでその間違いをどれだけ潰せるかで結局まあ人間というのは、まあ、正常性バイアスっていうのが働いて次は大丈夫だろうっていう感覚あるわけですよね例、うん、例ええばば皆さんだってね、まあ例えば 今年はねあの大きな地震がノートでありましたけれども当然まあ我々、まあ、まさに、ね、この収録をしている最中だと地震が来るかもしれませんけれどもそれを毎日意識してねもうつ次こそ地震が来るんじゃないかということで意識して生活している人っていうのはいらっしゃらないんですよね普段からなぜかしそ,そこまで色彩つかれちゃいますよね例えば道歩いてて、ね、もしかしたらあの車が、ね、あのこっちに突っ込んでくるんじゃないかっていうふうに今度意識していたらそんな道歩けませんね怖くてでこれがまあ大丈夫だろうと。 うん、車が横通っても、ね、別に私のところにはぶつかってこないだろうっていう、まあ、いわゆるそれを正常性バイ発ですね、まあまあ、よく災害なんかでではあるんですよね見ながらがなかなか避難しないっていうのは、まあ、多分このビルは崩れることないだろうとか、まあ、ど,こでどこから火事になってるけどここまで火は来ないだろうっていう、まあ、そういう、まあ、何とかなるだろうっていうですね、まあ、人間というのは、まあ、心理が働いてしまうんですけれども実はこの担当試験にもおいても同じ勉強でも要するに、まあ、次は大丈夫だろう。 これ間違えてるけどあまあこれは良い間違いだから理解はできてるだろうっていうふうにどうしてもそう働いてしまうそこの修正っていうのが実はしっかりされている方は受かる方はそこが低いんですねあここはしっかりやらなきゃとか、うん、ここについては理解しなきゃというところになるのでまずその意識ですよね、うん、なぜ間違えててしまっいるのかかそここをししっりりとととていいいたただきたいというところにななますなので、まあ、こちらに関しては、まあ、ご自身でやっぱりそこねあの私とそこは人によって違うんですよこれ10人いたら10人間違える場所違うので。 そこはご自身でしっかりりしていいただくととうことになります。わ、まあ、かんないことがあれば、ねまあ、直前まで全部やりますで日程を見ていただくと、まあ、3月23日から5月11日までかなり直前まで、えー、とやります担当ゼミに関してはもう試験の、まあ、今年ねまだ試験日程出てませんけれども、まあ、例年だとそのまあ多分翌週か、まあ、遅くてもその次の次の週ぐらいですね多分12日に試験ということはないと思うんですけれども。 うんあのまあ、ここね12日試験だと困っちゃうんですけど通常まああのこの翌週かその翌食週なんですけど、まあ、これギリギリまでやってるっていうのはやっぱ不安なことがあったらね何かご質問とかがするのも楽だろうということがあって、まあ、あの聞きやすい環境というところも含めて直前までやるということになっていますと。はい、で、えーまあ、このゼミ自体は、まあ、新宿の L タワーの方でやるんですけれども、まあ、生の方と、まあ、通信、まあ、通信というか Zoom ですね Zoom のリアルタイム配信というところになりますて Zoom に関してはお顔を出してとかねそういうことはちょっとねお恥ずかしいでしょうしそういうことはしないんですけれどもただコメントを見てるんですよこれ時々勘違いされるんですけどって私がホストでではないんすねよくね去年のゼミとかでもうちょっと話があって勘違いされていていろいろ予防をいたんですけど私も実はホストじゃなくてこれはレックは当然レックが配信してくれるのでレックがホストなんですよ。 私,も私は全然そこ Zoom に関してはなんかこうやり取りはできないんですけどあのやり取りができないというか私も参加者としては入るんで一応だからあのコメントとかは見れるんですねコメント見れる人は全部コメントは書き込めるのでだから去年とかだと問題解いて時々通信の人に振るんですよじゃあこの23番答え何だと思うっていうとあのウェブの Zoom の人がまるまるとかバツとかって書いてくれるのそうでそんな形であのこう書いてもらえるとあのそれは拾ってまあ授業していくみたいな感じで一応は双方向 にはや,やり取り取ができるような形にななりますと、はい、なので一応まあ,あのそういうような形で、まあ、Zoom の人もまあこの時間帯を使ってですね、まあ、リアルタイムでやっていただけるかなというふうに思っていますと,ということですで、まああのー、今言ったことをやっていくためにですね、まあ、進めていくんですけれどもじゃあ,、えーまあ担当試験の勉強法というところで私の場合は、えー、とまず過去問です必ずでこれからまあ担当試験の勉強するときにまずやっぱり過去問もしっかりやっていただきたいと思っています。 でかもしとかね、当然そういうものも活用して、えー、いろんなね多方面で勉強していくってことはすごく大事なんですけれどもやはりまずは過去問です。で過去問でじまあ何ですかね私の順番としてはまずは規定の内容の概略っていうんですかねイメージをしっかり作ること次に過去問をベースに理解をすることで最後に条文です。でよくこの条文をまあ素読っていうんですかね条文をこうただこう読んで。 勉強するってやり方もあるんですけれどもそれはあの合格レベルまでいかないとかなり難しいです条文の所読というのは。くよくあの質問これもあるんですね実際条文読んでも全然頭入ってこないんですよって、うん、入ってくる人がほぼいない <laughs> それは難しいです条文読んでも。で、まあ、合格体験記とかだとよく条文をね所読するとすごく良かったですって意見ありますであれ実は正しいんです。 で何が正しいかというと合格体験記なので合格者の勉強としていわゆる合格レベルのってい人の勉強法としては条文の所属はかなり有効です言ってしまえば条文を読めばもう条文の論点が出てくるんです頭の中にあこの条文はこういう論点があったこういう論点があったあここに注意する条文だったなっていうことが分かりながら読んでるんでもう問題ないんですよところがそれが入ってない状態で条文を読んでもただ字面を追ってるだけになるんです。 でこれね私のゼミの中では生の方ですね生の方に関してはこの「帰れません方向」っていうのをやってるんですよ私の講義ではでこれをしっかりやっていただいてる方はかなり力つくっていうまあやり方でこれ何かっていうとまあ問題をまあ大体30枝ぐらいですかねあのお配りしてるんですね毎回。で30枝配っていてで、まあ、あの講義の前と休み時間とまあ終わった後の間にはその解いてもらってでそれを持ってきてもらうんですね。 1> で1回目はあの1回目に関しては私自力で解いてもらってでそれであの私はいくつ違うかだけ教えるんです。あのどこが違ってるかもしれないんです。うん、だから2個違うよとかっていう。だ結構きついんですよね。30個解いて2個違うってどこ2個違うか分かんないから。うんでなった時に、あのー、じゃあ2回目以降は条文は見ていいんです。 テキストとか過去問見ちゃうと過去問探すだけになっちゃうからテキストは見てあの条文見てもいいんですけどただしねそれはあの書き込みしたら条文でも何でもいいですよ。ただ条文書見てもいいんです。んで,す、うん、でこれは皆さんも例えばね「もう帰れません」じゃなくてもじゃあ担当の過去問って「法文書見ていいから解いてごらん」って「全問解けるか」って言ったら解けないんですよ。ってことこは 法文書を覚えたとしても担当は解けないんです。そう,そうでしょう。だから法文書を見て解けないんだから、覚えたら解けるわけなくて。だから条文の字面を覚えるのが目的ではないんです。で条文の勉強です。条文を理解しなきゃダメです。とか言うんですけど、そこはちょっと違うのね。条文を丸暗記しろってことではない。ってことになります。だから、まあ、帰れませんという人はそういうことをやってます。生の方は。で、通信の方は、あの問題は一応お渡しするんで。うん、で、ちょっとね、この帰れませんと、あと、まあ、講義の中ですね。ちょっと、こう、ちょっとちなみに教材の話をすると、 教材つえっとねゼミのじゃあその免許直前に向けてどういう,ふうにやっていくかということでえっと家庭学習とゼミで来てもらってやることがありますと、うん、でごめんなさい多分ねまたやることか <laughs> あのここに今考えてることと結構ね私受講生皆さん見て決めるんですよ。 うん、やっぱその年のねあの雰囲気を見てあこ,こういうことやろうかなっていうねもっと今年はこ,こういうことやった方がいいかなっていうことでいろいろやることを変えていくので、まあ、今やってることが100%ごめんなさい同じことやるかどうかはちょっと分かんないんですけど今の時点で考えてることね、うん、今の時点で考えてることに関しては e ーの度は一つは演習用問題ってことで100絵だですね、まあ、通常からいつも解いてもらってます大1時間ぐらいですね、うん、でこれはあのズームの人もそうなんですけれども一応ね当日に PDF にアップって形でなります、うん、あの事前ではないんですよ で結構ギリギリに作るんんでこれあの私もねごめんなさいギギリギリに作ってるんででまあ、生の方は来てその場で渡していてだからまああの Zoom の方も結構、えっと、ギリギリですかね。なんかねまあ、なかなか最近だとあのご自宅にプリンターがなかったりすると結構大変なのは徐々承知してるんですけどごめんなさいちょっとね数日前とか難しくて一応、まあ、その日にあの PDF ではアップしますしレックのサイト 人にアップしててくれてるのかでまあもしなければあのズームのチャットに共有できるんでズームのチャットのとこに貼り付けますから今日この問題ですみたいな。いうのでこの演習問題とか帰れませんの問題っていうのはちょっと PDF での配布になりますこちらに関してはね。はい、なので、まあ、そこがちょっとできるあの環境でちょっと事前配布とかではないです。はい、でまあ以上まあ講義の中ではゼミの中ではその100枝の問題は解いてもらってということになっていますと。でそれはあのさっき言ったようにこのテーマ別ですかね。 うん、とりあえずまあ固めておいた方が予習しやすいかなっていうところで考えていて、えー、レベル1とレベル2っていうのは分かれてますでレベル1は基本的にはこれポンを中心の問題でレベル2はあのそれ以外も含めてこれもまた含むんですけど、まあ、全体からということになりますということです。でこれポンって一体なんだよっていうね当然私の方で取ってない人はわけわかんなくてなんじゃこれポンはってことねいうことなんですけど今それはちょっと説明しますね。 はい、で教材をえっとねもうこの時期なのでとにかくごめんなさい一方的にガーンと送りつけますもうこれだけあれば担当の大丈夫だろうって必要な教材は全部送りつけてます、はい、で一番、えっと、重要なのが、えー、この「担当コレモン」っていうやつですね「担当コレモン」っていうやつになります これもんはこれ何をやってるかっていうと枝条文別に過去の、えー、過去の囲碁と当たり前でね条文別に担当の過去文を私のレギュラーの講座でよく使ってるやつで一応まあ最近の5期とかを全部あの直してる23.3かなバージョンがちょっとバージョンがいくつかあるんですけど一番一番新しいやつで。 はどこの教材ででまだ使ってないやつですねで今一応今一番新しいの23.2なんですけどで一応いろいろ語気とかいろいろご指摘いただいてますのであのそれを修正を反映したものですかねっていうのが23.3っていうバージョンで一応あのお渡しするような形ですと。でこれをメインであのうまく活用していただきたいと思ってるんですね、まあ、時期的にはちょっと難しいんですけれどもで、まあ、そこからある程度抽出したのが「4方コレポン」とか「4方ハイライト」っていうところで。 教材の名前がもしかしたら逆かもしれないですね。これ私もね、この辺の教材、もともと4法コレポン州っていう,そう名前とね、4法ハイライトがちょっとごめんなさい、これ4本のまとめって書いてあるんですけどあの、もしかしたら逆だったかもしれないですね。自分でも教材の名前を付けていてね、ごめんなさいね、あのそこが。で担当これも ですけれどさっき言ったように条文があってその,りにその下にその条文の過去問を全部載せているんですけれども最近はその中でも過去2回以上同じ論点に関してはこれポンそれをこれポンって言うんですよ、うん、これだけポイントっていう意味でこれポンという形でまとめてます例えばこれポン1これ訂正ですね「特許百126条の過去問」このように条文があります。 で、下にこう過去問のポイントがあって、これポン11ところで講義5 0の訂正は当初の範囲で可能だけど、他の訂正は直前ないんでやってください。ってあったじゃないですか？訂正審判のそこの論点の過去問だけがまとまってるんです。これ下にでいっぱいこれが問題繋がってます。なので、過去2回以上出題されている論点ですね。これをこれポンって言っているんですけど、まずこれを優先的に学習してほしいっていうのが、私の一番いつも言ってるテーマなんですね。講義で要するに、やっぱり過去を2回以上出てることは確実に潰していきましょうと。 で結局ベンティシー試験っていうのは例えば自分他のね資格の情報処理技術者試験なんかの場合であれば過去問と同じ問題が出るんで実は過去問をしっかりやるっていうこと自体にすごく意味があるんですよ同じ過去問出るから問題が全く同じのそう全く同じのだよね情報処理ってもう数字から何から全部一緒枝から答えからだからこの問題でなんかこの回路図が出てた問題ってこれ「い」が正解だったよなってたらそれ答え出ちゃうんです。 というのがまあ情報処理技術者の試験なんですけれどもビンティッ試験は原則300枝1年一回出てボコーンと300枝出て過去に同じ枝と表現の問題はあって1枝2枝です今まで1年間でで全く同じ文言というのは多分ほぼない。うん 少なくともあのこの担当コレムって平成14年から載せてるんですけど平成14年間の枝を全部見てますけど全く同じ表現使ってる枝って多分ね10組もないんじゃないかな確かに数組あるんですよあ、ま、たほぼ同じだなほぼ全く、ま、同じだなっていうのがでほぼ同じ含めても多分10組もあるかないかで必ず表現変わってます相当なので皆さんが今年担当試験受けるときは全部初めましてです「こんにちは」初めまして「こんにちは」なんですけど論点はただ繰り返しててます だからまずは当たり前ですけど勉強の王道スタイルとしては繰り返し出ている論点から優先的にやっていくっていうのがこれは試験勉強試験対策としては当然ですよね一番それが有効ですからまずは繰り返し出ている論点をしっかり潰していただくっていうことが全体的な流れになります。はい、でそれができたらこのコレポンに入らない問題というのがあります要するに今までか平成14年から見てもまあどれにも入らないです。 だすなわち1回しか出てませんっていうでこれは私はレアンって言ってますねレアな問題ですからでレアモンがその下にまとまってますいくつかこれ同じ126兆のレアモンで、えー、とこれちょっと一部なんですけどただ問題数はレアモンってそんなに多くないんです実はこれポンに結構集約できていてそうかどっかで出た論点ってのはやっぱり繰り返し出ていてレアン自体はそんなに多くないんですね だからレアモンの方の勉強する時はこれ何かっていうと問題これポンはしっかりと理解をしていただくんですけれどもレアモンに関してはどちらかというとどちらかというとこれ何をしていただくかっていうと条文と対比することによってそこで条文の理解をしていくとあこういうポイントも出るんだなみたいな。でその時にこれポンがすでにもう頭の中に入っているのであれば条文をもう見た時にあこういう論点があったらというのは分かってるから。 で多分もうこの3月の時点ですから皆さんいろんなところで勉強されてきてますともうこのこれ本を多分、うん、細かいことは整理しないと私説明しないです私も多分もう皆さんは勉強されてるだろうとその知識を集約する整理するものだと思ってくださいね一個一個の定義をこうですよああですよと通常の私もねレギュラーの講座を持ってますので通常の講座ではそれをね説明してるんですけれどももう当然直前のゼミですからこれ一個一個を説明していくってわけではないですただまあその中でもよく質問があるポイントだとか うん、よくまあ私もねよく質問を私はしてくれとだから私は質問を受け付けるのがすごく好きで,で質問来れば来るほどやっぱりあの次の年の受講生に役に立つんですよあみんなこれ聞いてきたなとかこれ分かんない人いたなっていうでそういうポイントからあ多分ここについて例えば訂正であればやっぱこの独立と要件がすごく質問多いんですよ、うん、独立と要件の扱いっていうのはやっぱ難しくていわゆる、えー、審査段階ですよね170の,2の、えー、第6項 の独立こう権と定性審判における独立特許要件と,のの要件と実は無効審判の定性請求における独立特許要件の考え方がかなり違うんですねでそこの違いいがわからないがに間違える要するに何が独立即興要件として判断されるのかそもそも独立特許要件って何じゃいっていうところからやっぱり難しくてわかんんないい人が多いんですだからそういったところは普段の講座でも説明してるんですけどまた説明します。 <laughs> もうう一回説明するいうことです。るとといこでなぜか,何,か,何,か何回説明してもね何歩説明してもねいいですから <laughs> あのそこに関しては重要だからね。うん、ただ、えー、例えばここで言えばですねうんと、まあ、これも1かな「五期五約の停止は当初範囲で可能だよ」って、まあ、これもね時々理由聞かれることはあるんですけど、まあ、そんなには間違いないんですよね。うん でこれ本にはなってるんですけどそんなに品質の問題ではないのでまあ一応でも押さえた方がいいよとかっていう、うんまあ、そんなポイントですとでも全部の条文を見ていくってことはじ時間的には難しいということになりますのでまあさ言ったこの100枝ですね100枝の中にあっこれ100枝はねじゃあごめんなさい過去問だけじゃないんですよ。これ本であったとしてもで私が問題表現をちょっと変えたりとか。 新しく問題作ったりとかそれちょっとねこう引っ掛けみたいなの見れたりしてそこはまあ直前は活用していただこうかなと思ってますはいなのでこれをやることによってどうして担当コレモンをやっていただきたいかっていうとそうするとちょっと画面見にくいかもしれませんけれどもこれ東京 30,「特許3040の2」っていうのが「コレポン1」仮通常自主権の許諾には他の教育者の同意が必要ですって、まあ、いわゆるよくありましたよね うん、この仮通常識を許諾する時にはもう教育を受ける権利が共有にかかる時には他の業者に同意を得てくださいという論点がこれあるんですけどこれこれ本になってますそうなってますところで令和5年出てますところがこれね令和5年の前の問題が平成25年なんですってことはもう過去文書に載ってないんですよこれもう古くてそうなんで 実は担当のこれもん使ってる人はもういきなりこれポン1だからこの論点は当たり前じゃんってなってるんですけどこれ過去文集だけだと実はこれ論点としては拾えないっていうのもうまく拾っていくことができるっていうメリットはありますねうんそれからレアもんまでが手を広げるとメリットもあって例えば特許111条字が小さくて申し訳ないんですけど特許111条にこれポン2というのがありますでこれ料金とか返還請求ですね返還請求は 納付したものが手続きをしてくださいというところがあるんですね返還請求は納付したものの請求が必要ですよということになっていてこれ「コレポン2」って書いてあるんですけれどもでこれ「コレポン1」っていうのは元々あります返還されるのは翌年以降の確年分の特許料なんだとまあよくありますね無効審判で無効、まあ、になったとでその無効になった場合は翌年以降にしか返ってきますよ当該年度は返ってこないんですっていうのがまあこれ論点としてありますねとでそこだけだったんですけどあとはレア問だったんです ところが平成19年ちょっと古いよね。平成19年の過去問にレアモンがありました。だからこれコレモンのバージョン22。すなわち令和4年まではこれ令和レアモンです。ところが令和5年で取材がされたのでこれまあコレポになったんですけれども。ということは実はちゃんとこれレアモンを勉強していると見たことから論点だったんです。だからコレポにやってた人はああ過去問だったじゃんっていうことで答えられている。 ということになりますねただ当然これ過去文書ですね治安の過去文書、ね、だとこれ拾えない論点になります平成19年ってかなり古い問題ですから,だからそういった意味でも、まあ、かなり古いところまで遡って特に111条とかは過去文数がないんですよ。で過去文がいっぱいある条文に関してはレア文とかね細かいところまで拾う必要はないんですけれども今って111条とか、まあ、ちょっと問題数も少ないところであればやっぱりレア文まで含めて論点を確認しておくと、まあ、本番で、ね。 まあ初めてじゃない論点ということで潰していくことができるということになります。はい、でこのこれンのところだけをあとは抽出した問題とかあとはさっきのまとめのとこですねまとめの教材を配ったりします。で家庭用学習っていうところで家庭用学習に関しては年度別の過去問というのを配ります。でなかなか今年度別の過去問というのがないんですよ。 で年度別過去問レックの過去問も一応分野別の過去問になっていてまあ年度別に拾えばいいんですけどあれもまあだから皆さん市販で自分でやるんだったらあれをばらして年度別にするか、まあ、自分でこう年度を拾ってってやってもらってるんですねで自分の受講生にはよく年度を拾っっててて勉強してくださいと言ってますで直前になればなるほど実は過去問っていうのは年度別に解いた方がいいんですね。で過去問は結局過去問の使い方っていうのは2つあって1つは知識の山というか。 知識のこう陸地を作っていくんですねこう土地を、うん、あの昔そういうゲームがあったんですけどこう陸地を作ると人が住んでみたいな何したっけしたっけ忘れちゃったゲームの名前それなんか、ね、よ,くよくパソコンでやってましたよなんかねこう山とか神,神になるんですよで神になってこう山とか作ってこうそこにこう、ね、家ができていくんですねで掘ったりするとこう海とか穴が湖ができたりするんですけど要するに皆さんはこう知識の、ま、何もないところにこう陸地でこう知識でどんどんこう陸地を作っていくんですね うん、山みたいにでこの陸地をポコ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 作っていくと、ただ残念ながらその中にこう穴が開くんですよ。ちょこんちょこんちょこんってで穴が開くので、それを担当の過去問を使って探し出すんです。で言ってしまえば、担当の過去問のところっていうのはイコール何をやってるかって言うと、自分の中の穴をどこにあるかを探していくって作業なんです。だからまあ検査なんですね。ということです。 うん、でその時に担当の過去問の年度別というのがかなり有効でこれはどうしてかっていうと年度別の過去問というのは原則論点が重複しないんですこれ。同じこと何回も聞いてもしょうがないのでその例えば令和5年なら令和5年の過去問の中で同じ論点というのがないんですだからバラバラのことを聞かれてくるんで自分の中の知識の穴を見つくるのにはかなりメリットがあるただ穴を見つくるメリットがあるんですけどそれはちっちゃい穴であれば埋められるんですけど 勉強が進んでないと穴が大きすぎるんです。だから穴が大きい時に過去問で埋められる穴は点なんです。いいですか。さっき言った例えばこれ問とか皆さんが今まですかた教材っていうのは結構すごい勢いでバサッと穴を埋められるの。陸地を作ってから。だからもう言ってしまえばダンプカーで来て知識をドドドドドド,ドって入れるわけ。ああ知識がいっぱい入ったぞっていうそういう勉強なんだけど残念ながら穴なのでお人が来てスコップでちょっと埋めるぐらいなの。 スコップでちょっと埋めるのになんか大きな池だともうそれはきついわけよスコップでやるのはだからそもそもちょっと違うね担当の囲碁もんか担当の年度別の過去問とかまあ分野別もそうですけど担当の過去問を解くっていう作業は実はその穴が小さい状態までいってないと難しいですであればあの担当の先ほど言った、えー、担当これもんですかね結構まあ自分の受講生産だと別に担当のこれも担当のこれもこれもやっても過去問やってることにはなるので うん、あの担当のこれもんだけで受かりましたっていう人も、まあ、あの結構いらっしゃるんですけど、まあ、感覚的には本当に半々ぐらいの感覚ですけれどもそういった意味ではまあ年度別の過去問っていうはは穴を見つけるには正です、はい、だから穴を見つけるために年度別の過去問に関してはこれないのでもうしょうがないってことで担当ゼミでこれ配りますんでだから以上8回ありますので8年分ですね令和5年の直近から8年分を1年分ずつの過去問として配りますので。 でこれを毎週家庭学習としてやってほしいとことですね。で一週間ごとにそれをやっていただくということになります。はい。で、えー、過去問の論点を使うということで万遍、えー、なく知識を確認していくことができるということですね。でもしもそれ間違ったら担当顧問に戻っていただく。でそれで例えば、えー、間違えたあ分割資産の余剰間違えたと。東京44条間違えたと。あじゃあ44条の過去問と他に何があったかなというところで辞書代わりに担当顧問を見ていただいて。あ44条あったと、分割資産あった。 これポンなんだったっけなあこんな論点が出れたっていうふうにこう相互に確認をしていくとやり方ですかねそれで直前の穴をしっかり埋めてってほしいというふうに思っていますとはいということでまあ、担当ゼミっていうところでまああの。 どうでも直前は直前ですので、まあ、やり方としては、まあ、その穴をしっかり埋めていくということになるかなというところと、いや、自分はまだね、ちょっと穴が大きいぞという人であったとしても、やっぱ直前で一気に見直すというのはすごい重要になりますので、まあ、そういったところでね、まこのゼミと教材を活用していただければ、えー、よろしいんじゃないかなと思いますと。はい。で、最後に、えー、っと、そのさっき言った、四方の 4本、えー、コレポンと4本ハイライトかごめんなさいどっちの名称かが微妙なんですけどあのその何かっていうとあの担当試験に出ることをまとめたテキストですね、うん、あの自分の教講座だと、えー、担当総,総まとめとかっていう講座で使ってる教材なんですけれどもまあ自分があって、まあ、こうあの細かいポイントの要件がざっとも書いてあるっていう形ですね。 で細かい要件が書いてあって最後にこれポンがバーッとまとめて書いてあるっていうまあそういう教材になりますと。でこれ4本は横断する形で書いてあるんですけどで基本的にあのここに書いてあることで担当試験の論点は全部ほぼ含んでるはずです。でなので直前にこれをざっと見直していただければあの担当試験の論点に関しては少なくとも潰れるということになります。でこれ4本コレも4本ハイライトとの2つになってるのは何が違うのかっていうと、えー、もう1個の教材は。 コレポンだけをまとめてる教材ですだからもう条文もなくこれンだけさたすらダーッとあってでかつそのこれンに対してどんな問題があるかっていうそのなんですかねその問題ですかねこれポンというよりかはその過去問の問題がチェックできるっていう。 だからその過去問を使ってどういうこれンだったかなっていうのをチェックできるような、まあ、そんな教材になってるということになりますので、まあ、最終的にこれンのチェックまあ今のこの私が最後に写した教材はこれこれンだけじゃないんですよ。こ、う、れ、ん、ン以外のポイントも入れてるので、まあ、全体的に最後に4本に関してね4本に関してはしっかり理解してほしいという教材なんですけれども、えー 僕あの今そのもう一個の教材の方ですと4本のこれっぽんねこれぽんのところがしっかり最後にバッと確認できる教材になってますので一そんなのを使ってですねの直前ですねもうあらゆる手段を使って是非あの合格にあの皆さん邁進していただければと思いますと。だからまあいろんなところであの皆さんまあ勉強してきてると思いますので最後の知識をねまあちょっと整理するっていう意味ではあの非常に いいいいんじゃないかなかと思いますのでねぜひ、うん、そんな形でもう最後の知識を整理して今年の担当試験は絶対これで臨むんだと100%合格するぞという気持ちでねやっぱり進めていただければと思いますまあ楽しくね、まあ、今直前と言えばまあピリピリしてる時期ではありますけれどもやっぱりね70、うん、ね,よねだけどまあ私としては、まあ、そうは言ってもやっぱね勉強というのは楽しくしていくべきだと思っていますので、まあ、直前とは言いつつね楽しくて、えー、一緒にやっていただける特にまあズームの方なんかもね、えー、まあいろんなことを いろんな場所の方もいますので、ズームだと、まあ、の事前に例えばメールとかでご質問いただければあのその次の講座の最初に、まあ、ラジオのメールじゃないですけどお便りをいただければあの過去問ですかねの,他のまあ説明とかもしますし特にあのなんですかねめさっき言った例えば独立同級生の話とかって結構時間かかるんですよ。 うん、でそうするとやっぱそこの説明ってなかなか難しいんですね。あの例えばよくツイッター e r とかあのメールとかでご質問いただいた時っていうのが、まあ、そこかなり難しくてあのあちょっとこれ説明しきれないですっていうことはだからまあちょっと講座を見てねっていう話をすることがあるんですけど、まあ、そこなんかがね例えば事前にいただければあの担当ゼミの説明できると、まあ、講座の最初にイメージ的にはまあ講座の最初に説明をしてみたいなうん、いい形で、えー、ちょっと始めてで百円台やってで解説やってで帰れませんで。帰れませんは 一応ね、今のところ考えてるのはせっかくこう毎週宿題の年度の囲もうがあるのでその年度の問題にしようかなというふうに思ってます。あまあ、どうしようかな ちょっと分かんない <laughs> そこはちょっとね、ケースばらけですね。まあ、わかんないところをあぶり出すって目的でもあるのでね、いろいろと直前だからやっていただければ、うん、あの皆さんね、いろんなものやった方がいいかなって気持ちあるんで、そこはちょっとあの皆さんを見て、うん、決めていきたいなと、うん。まあね、もう過去問出したらみんなできちゃいますとああ、こんな優しいことやんないでよってね、言うかもしれないんでね。で逆に、もう直前なのにね、こんな俺こんなに間違えてどうしようみたいなね、困まれちゃうと困るので、そこはまあ、あの様子を見て。まあでも 多分過去問の内でやっね。うん、その方が勉強もしやすいかなと思いますんであのでちょっとね宿題を反映してってことになるので、まあ、宿題の範囲から、うんまあ、毎回あの帰れませんのモデルを出すっていう感じで進めていこうかなと思いますあそうだ最後に言わなきゃいけなかったんだ <laughs> あの忘れるところだったさっき言おうと思って、えー、そういうとこあいやちょ,ち,ょち,ょちょっと待って、ね、そうよ最後にね言わなきゃいけないことがあっていけいこのプログラムを終了しましたあらごめんなさい えとね、初回の講義の話をちょっとしなきゃいけなかったんですね。で初回の講義に関してもあの、まあ、通常のゼミとかだとね初回は特に何もしないとかってあるんですけども,もう当然初回から時間がないので講義をしなきゃいけ講義っていうかもうやることがあってこれだ。これなえー、3月23日です。で最初が出願審査のレベル1って書いてあります。 でこれがどういうことかっていうと出願審査系ですね、まあ、登録要件も含みます出願審査ですから、えー、と特許で言えば出願公開手前までまあ出願公開も含むかな、うん、ああまあ含まないでいいや含まない、うん、多いから <laughs> 出願公開手前までっていうことで,であの早速雑速は無視ですあの早速雑速とかはあのその他の規定ですねなので、えー、特許要件と、えー、出願審査系ですだから早速に関しては17時の2とかは含みます補正とかはうん 特許であればだから補正の17条17条の2それが29条とかの特許要件ですね29条肉の239条それからあと出願の種類ですね国内優先とか分割とかそういうところとかですねで、えー、衣装商標であればやっぱり登録要件ですねで衣装に関しては3条とか3条の24条とか新総理も含めてね9条とかあとは独自の制度ですかね組物とかそういうもの。 で商標に関しても3条4条とかあと出願ですね願書系の話で5条6条とか、まあ、そういったところです、うん、に関しての、えー、100枝をやります。なので、まあ、これもは事前に教材がいくと思いますのでそこの予習をするようにしといてください当日はその問題になります。で一応令和5年の宿題はあのー、ここで出しませんので一応秘会の帰れませんはあのー、ちょっと。 違う形でやろうかなと思ってますので、一応予習を事前にしていただきたいのは、この出願審査のレベル1というところですね、これ4歩、もう横断でやってきますので、そこについては進めておいてください。はいというところで、担当全員ね、ぜひ有効活用していただいて、合格に向かって、邁進していただければと思います。はいというところで、今日のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした